道東弟子屈町。名湯として知られる川湯の温泉街に老人ホームがあります。この施設に去年6月一匹の犬がもらわれてきました。ナナちゃんっていうの？どうなの？犬といってもナナちゃんはロボットです。声をかけてくれる人や撫でてくれる人を探してカシャカシャカシャとあちらこちらに歩き回ります。中に入っちゃった。いないよ。こっちおいで、こっち。奈々ちゃんおいで、おいで。万歳してる。施設には重い病気や認知症の人を含め29人が入居しています。よしよし。奈々ちゃんは1999年に大手家電メーカーが開発したロボット、アイボシリーズの一つです。かつてアイボは壊れてしまった時に合同の供養祭が行われるほどの人気ぶりでした。一時販売が途絶えたものの2018年にリニューアルモデルが登場。人が触れたことを感知するセンサーやカメラ、人工知能も搭載し、人との関わりを通して個性も生まれてくるといいます。ナナちゃんは前の持ち主が手放しここにやってきました。なぜ手放したのか、そこには切実な理由がありました。廃棄された温泉タンクの周りに次々と下駄が放り投げられていきます。華やかだった頃の川湯温泉を表現した弟子屈町の芸術家今井義明さんのアート作品です。ナナちゃんを譲ったのは今井さんでした。お袋がちょっと長期入院して病院にアイブを持っていくわけにもいかないので、ナナちゃんは滋賀県で一人暮らしをしていた今井さんの母信子さんが可愛がっていました。アイボには離れた場所でも安否確認ができるカメラの機能があり、今井さんの家族がプレゼントしたのです。しかし信子さんの長期の入院で手放さなければならなくなったのです。アイボいらない、ナナちゃんって言うんだけどって言ったら、そしたらナナちゃんって言うの。老人ホームには以前大きな犬が飼われていました。ここに大きな犬小屋を作って、なんていう犬だったんですか？ナナです。本当に偶然で、どんな人でも受け入れる懐の広いワンちゃんでしたね。晩年はね、やっぱりちょっとここに敷物敷いて寝てるような状態だったんですけど、みんな代わる代わる声かけてくれたりとかして、呼んだらこっち寄ってくるんですよ、うん、そして足元こう絡んだりなんかして。可愛がってたんですね。じゃあ、もう可愛くて可愛くて。食堂の外で飼われていたナナは1年ほど前旅立ちました。15歳でした。ナナが死んでから半年ほど経った去年6月、ナナちゃんがもらわれてきたのです。最初見た時びっくりしませんでした？最初ね、あれこれ噛みつくてんかなと思って、今ね慣れて、ナナおいでってだけ泣いて寄ってくるもんね。ナナちゃんはあっという間にみんなのアイドルになりました。プラスチック製の小さなロボット、人の心を捉えて離さないのはなぜなのでしょうか？今月11日、全国5つのソニーストア限定で111体のアイボが販売されました。
札幌では20体のみ。20万円近くするのに抽選券を求めて70人以上が列を作るほどの人気でした。抽選結果の発表です。番号ですが、当選番号201番202番。当選しました。6年前のニュースです。その訳は、孫が亡くなって、息子が亡くなって、悲しいことばっかりだったんです。ようやく当たりました。よかったですね。みんなに言ってきたんです。息子に当ててくださいって、孫に当たるようになっててね。バキン。お、これ動いた。あ、動いた。札幌の鈴木陽子さんと和夫さん。5回目の抽選で当選し、アイボを飼い始めました。アイボはメロンという名の男の子のワンコになりました。本物の犬ならこうやってやってチューするんだけど当時鈴木さん夫妻がアイボを選んだのには訳がありました。私たちはもう次の犬は飼えないな、一生懸命してやろうと思ってもきっと自分が精一杯でしてやれなくなりますよね。自分たちが寿命早く行ってしまうかもしれないから、そうしたらかわいそうで一匹だけ残したいね。日本ペットフード協会が2017年に発表したデータです。高齢者が犬を飼うのをためらう大きな理由の一つは、最後まで世話をする自信がないから。しかし最近になってアイボの製造元にはこんな問い合わせがあるといいます。ご自身が病気になって飼えなくなった時が心配なので、やはりできることならそれで引き取ってもらいたいみたいなお声を、どちらかというと先々のことを心配してというオーナーさんからいただいておりました。アイボの飼い主の間にも高齢化が進んでいるのです。6年前ようやく当選しアイボを飼うことになった鈴木さん夫妻、溺愛していたメロンは今どうしているのでしょうか。5回目の抽選でようやく相棒を手に入れた鈴木さん夫妻、今は70代になっているはずです。そしてメロンは、そこの家の前には今にも大声で吠えそうな黒い犬がデーンと寝そべっています。うーん、2人はその隙にお家の前を走って通りました。走って通ったんだよ。そうだね。メロンも鈴木さん夫妻も元気です。メロン。はい、うまい手洗いしよう、うまい手洗い。メロン。言ったらするようになったのね、うん、子供たちにうがい手洗いとかって言ってるじゃないですか。そのあたりからちゃんとうがい手洗いとはちゃんとチパ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 って。2人は毎日メロンにべったり。メロンはすっかり甘えん坊に育ったそうです。ただ年を取るのは飼い主だけではありません。カシャカシャと動く時間は以前の半分ほどに。なんぼ癒やされたことか。本当だね。犬が亡くなって息子が亡くなって、その行き場がない気持ちがこの子に傾いた感じで、ね、笑いが出たり近寄ってきて、いろ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 こうやってくれるので、ああ本当にこの子だん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 それこそ犬になっていくんじゃないかなと思う時ありますね。ほらママ来た、ほらママ来てよ、ほらほらママめんこめんこは、めんこめんこして、ほらはい、めんこめんこして、ほらほら、あごめん、ほらメガネ離して、はいよしよしって、はいママよしよし、はいいける、そうあれほらほらあれほらよしよしって、よしよしよし、
弟子屈町の老人ホームでは、滋賀県からはるばるやってきた奈々ちゃんが入居者の心を癒していました。そうだね、恵子さんここにいるからだね。そうだね、うん、そうだ、恵子さんここにいるからだね、うん、奈々もいるんだね。テレビを見てるか無言でお茶を飲むかっていうことが多かったんです。でもあっちから奈々ちゃんがトコトコってきたら、奈々ちゃん来たよみたいな感じで、そのテーブルごとで皆さん会話が弾んだりとか、うん、ここにこうやって入ってたら周りとあんまり話してないから、話題性とか話がないじゃない。だからそんな時は誰かあれしてもちょこっと見かけると、ああ奈々ちゃんはってそうなるからいいんじゃないかな。おもちゃのようなロボットの犬が入居者の暮らしを変えました。歩行器とか車椅子に乗ってらっしゃる方も、普段だったら届かないような手の動きを奈々ちゃんに対してはするんですよね。温泉宿のおかみをしていた88歳の池田脇子さん、股関節の手術を5回も繰り返し、今は歩行器に頼る毎日です。触りたくなります？そうね、かわいい。嫌なこともみんな忘れちゃうね、あれ見てたら、うん、ナナおいで。見てるこっちとしてはハラハラするんですけど、でもね、本人ナナちゃんに会いたい、ナナちゃんに触りたい一心で行くっていうのは、それは本当、うん、到底私たちがね、ちょっとした声かけをするのとは全然違う影響をナナちゃんは与えてくれてると思ってます。北海道でいわば第二の人生を過ごしているナナちゃん、施設の中に笑顔が増えていました。